エドガオルモスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス郡ロサンゼルス市、バン、ナイズ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2008年の MLB ドラフト3巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され、6月20日に契約。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで、プロデビューし、1試合に登板した。 2009年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグで2試合に登板後、9月に a、a 級ジェームズタウンジャマーズへ昇格し、1試合に登板した。2010年は、A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレーし、25試合に、先発登板して3勝を9敗、防御率4.3708奪三振の成績を、残した。2011年は、 AQ ジュピターハンマーヘッツでプレイし、28試合に先発登板して4勝17敗、防御率6.6301奪三振の成績を残した。2012年は AQ ジュピターと AAQ ジャックソンビルサンズでプレイ。AQ ジュピターでは24試合に登板して1勝5敗、防御率4.3378奪三振の成績を残した。 オフの11月20日にマーリンズとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2013年2月19日にマーリンズと1年契約に合意。3月11日に A 級ジャクソンビルへ配属され、開幕を迎えた。6月3日にメジャーへ昇格し、同日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。6回2から登板し、1回1。 3を1アンダム失点に抑えた。翌4日の同カードでは、同点の延長11回裏から登板したが、ジョン・メイベリー・ジュニアにサヨナラ満塁本塁打を打たれ、メジャー初黒星を喫した。6月18日に、A 級ジャクソンビルへ降格。その後メジャーへ昇格することはなく、この年は5試合に登板して0勝1敗、防御率7.20に脱三振の成績を残した。 2014年3月17日に AA 級ジャクソンビルへ配属され、開幕を迎えた。AA 級ジャクソンビルでは18試合に登板して1勝、0敗2セーブ、防御率4.4416奪三振の成績を残した。6月に AA 級ニューオーリンズゼイファーズへ昇格。AA 級ニューオーリンズでは33試合に登板して2勝3敗1セーブ。 防御率3.8644脱三振の成績を残した。2014年11月20日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。2015年2月13日にリッキーウィークスの加入に伴ってリーフとなった。その後24日にウェーバーでテキサスレンジャーズへ移籍したが肩を故障した。3月4日に契約解除され、 マリナーズに出戻った。この年は2年ぶりにメジャーのマウンドに上り、2試合の先発を含む6試合に投げてメジャー初勝利を記録。防御率も2013年から2.70下げ、成長の後を見せた。オフの12月2日にアンディ・ウィルキンスの加入に伴ってリーフとなった。2015年12月4日にウェーバー工事を経て、 シカゴカブスへ移籍したが、10日に、ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。さらに12月23日に、ウェーバー工事を経て、再びカブスへ移籍した。年が明けた2016年2月12日に、CJ リーフェンハウザーの加入に伴って、リーフとなり、16日に40人枠を外れる形で、参加のトリプル a 級アイオワカブスへ配属された。その後、 3月24日に後日発表選手とのトレードで再びオリオールズへ移籍した招待選手としての扱いとなるシーズンでは参加のトリプル A 級ノフォークタイズでプレーし42試合に登板して4勝4敗防御率2.8876脱三振の成績を残したオフの11月7日に FA となった 2016年11月15日に、ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだ。2017年12月13日、千葉ロッテ・マリーンズと契約を結び、日本球界へ移籍。日本でプレーしたことのある同僚から、日本球界でプレーする機会があるならば、ぜひやるべきだと言われており、オルモス自身も日本球界でのプレーを熱望していた。しかしシーズンでは、 請求難に加え、クイックができないという弱点を露呈。1イニングで3盗塁を許し、2度の牽制悪送球を犯すなど序盤から自滅し失点を重ね、2試合に投板して2敗と全くの期待外れに終わった。その後は2軍に降格し、シーズン終了まで1軍に復帰することなく、シーズン終了後に自由契約となった。2019年1月17日、 メキシカンリーグのティフアナブルズと契約した。2020年3月1日、ティフアナブルズと再契約した。ありがとうございます。